武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は国際教養大学の英語の勉強について話していきたいと思います。英語ですが、 A 日程、 B 日程、 C 日程で AB は基本共通、 C だけちょっと違うような形なんですが、 AB に関しては長文が1台与えられて、その長文に対して300ワード以上の、まあ、自由英作文を書くという形ですね。そして C 日程に関しては90分で300ワード、長文自体はほぼなしで、まあ、お題に対して300ワードの内容を書いていくような形にはなります。なので、どちらもですね、英作文を書く能力というのが非常に重要であるということと、その書かなきゃいけない内容に関しては、通常の、他の大学の科目でいう小論文に近い内容を書くことになりますので、英語を読めて小論文が書けて、かつそれを英語で書けるという能力が必要になるという形になります。で、英語の文章の難易度そのものに関しては、まあ、そこまで、難易度が高い、まあ、要は日本語で読んでも意味がわからない程度までの難易度が出るというわけではないので、長文のレベル的にはマーチレベルなどをやっておけば、十分対応できます。ただ、小論文のように、まあ、お題が、出てくることを考えると、早計レベルの、リンガメタリカなどはやっておいた方がいいですね。長文のやっておきたい700などは別に特に、まあ、長文問題を解くわけではないのでいらないかとは思うんですけれども、英語のテーマとしてそういうその、まあ、大学でも扱うような文章を、抑えるという意味でマージレベルまでの長文プラス、まあ、リンガメタリカ、そして、自由英作文ですね。また、小論文、に関して、まあ、これは特に A 日程 B 日程を受ける場合にはどのみち小論文をやることにはなりますので、まあ日本語の小論文の書き方の、まあ、ネタ本だったり書き方の本だったりをしっかり、練習していった方が、いいでしょう。そうですね、まあ、小論文の完全攻略本とか完全ネタ本、ですね、あたりを、使ってまず、テーマを押さえていく。そしてその上で過去問を徹底的にやり込むと。で、同じようなそのエッセイ的なその長めの小論文を練習したい場合であれば、例えばキープだったりそのトフルだったりの、ライティング部分の、練習したりっていうことも、まあ、時間余ってる場合、練習量をこなしたい場合にはやるのもありかとは思いますが、基本的にはここの過去問と英作文のやり込みと、まあ、小論文を書く練習、して、まあ、過去問のリライトですね、書き直しを何回も何回もやって自分なりの回答を作れるようにしていくという形で学習を進めていってほしいかと思います。以上が英語の勉強となります。